なんか面白そうなゲームが発売されたじゃない。スーパーマリオメーカーに、にってことは1もあるの？あるみたいです。これはそれの新作だとか。正直何をするのかさっぱりわかってないわ。あ、でもなんかもう動けるみたい。いやいや、早く先に進んでよ。こういうのは一度やっておくべきだわ。マリオがカートに乗ってますよ。あれ、これマリオカートの新作だったかしら。違うわよ。勢いよく進んでいくわ。あ、でかいコインのルートいけなかったわ。目の前に敵が。ポコポコ倒していってるわね。もうこの時点で楽しいわ。一体どこまで行くのでしょうか。うわ、なんか跳ね返ったわよ。そしてお姉様そのまま起きた。せっかく新しい道ができたのに、これ死んでしまうとどうなるのでしょうか。少しこのまま待ってみるわ。いや、早く ZR と ZL をしなさいよ。お、最初の位置に戻ってきたわ。何回でも挑戦可能なのでしょうか。疲れてるけど死なないわ。今ので死なないのね。よし、もう一回行くわよ。はぁ、もう勝手にしてなさいよ。お嬢様はさっきより進むことができるのでしょうか。あ、しまった、飛びすぎた。ダッサ。黙りなさいフラン。どうします、もうそろそろ本編に行きますか。そうね、ここでジタバタしてても意味がないわ。ふ、何よフラン。別に、何でもないわ。作る、と遊ぶ、が出てきたわ。うん、これはどういう意味なのかしら。作るって何を作るのかしらね。どうやらこのゲームはマリオの世界のコースを作れるみたいですよ。なるほど。ちょっと、カチャカチャするのやめなさいよ。どっちにしようか方式で決めようと思ってたのに、お嬢様遊ぶの方を選びました。ストーリーモード、世界のコース、コースロボット、3つの選択肢があるわね。って、決めるの早くない？こういうのはストーリーモードを選んだら大体チュートリアルなのよ。遊び方を説明してくれると嬉しいですね。城が見えてるわ。お、あそこに見えるのマリオじゃない？それにキノピオもいますよ。こんなところで何をしてるのかしら。城を見てるみたいだけど。キノピコ親方って誰？キノピコ親方はキノピコ親方よ。あと少しで完成。城のことを言ってるのでしょうか。親方がデザインしたのか。ピーチ姫も大感激って言ってるし、ピーチ姫の城なのかしらね。うん、唐突に驚き始めましたが、何かしら、これ。リセットロケットっていうものみたいね。これが置きっぱなしだと何かあるのでしょうか。反応を見る限り、ここにあると良くないものみたいね。犬の鳴き声が聞こえるわ。うわ、なんだこの顔が妙に四角い犬は。それになんだか平べったいですね。その犬がマリオに近づいてるけど。これから起きることがわかるわね。周りを飛び回ってるわ。この犬、一体どこを向いてるのかしら。急に静かになったわね。あ、リセットロケットをしましたよ。ものすごく驚いてるわ。リセットロケットは全滅してるわね。なんだか城から嫌な音が。謎のカウントダウンが始まったわね。みんみんうちにカウントが進んでいきます。残り1秒。お、発射されたわ。が、画面がバラバラになって城が消えちゃったわ。今気づいたんだけど、右のやつ寝てるわ。この状況でよく眠れますね。で、城がバラバラになったところから物語が始まっていくわけね。もう何をやらされるか見当がつくわ。まずはキノピオに話しかけてみてはどうでしょうか。そうね、詳しいこと説明してもらおうかしら。城が壊れて相当焦ってるみたいね。ちょっと、この状況を説明しなさいよ。一言で終わってしまいました。お姉様今度はキノピコ親方に話しかけたわ。あれって簡単に建てられるものなのかしら。この世界ではどうなのでしょうか。材料を買うのにはコインが必要なんだって。待ちなさいよ、選択肢がおかしいじゃない。選択肢が任せて、と、なんとかするよ。ですね、拒否する選択肢がないじゃないのよ。お姉様に拒否権なんてない。く、こいつなんて白々しい演技を、拒否させる気なんて全くなかったでしょ。いや、最初からなかなか愉快で面白いわね。面白くないわよ。こいつ、私にどれだけ費用を集めさせるつもりなのよ。ずうずうしいにもほどがあるわよ。お嬢様、抑えてください。そうよ、始まったばかりでピリピリするんじゃないわよ。ち、あ、今舌打ちした。してないわ。お嬢様もう一度キノピオと会話します。あ、そう、聞こえてましたか。そうですか。なになに、世界中のお願いを叶えてそのお礼にコインをもらってたと。世界中のお願いってすごいですね。そのコインでピーチ姫のお城をね。勇気100倍だってお姉様、よかったわね。100じゃ足りないわ、1万くらいじゃないと。お、早速お願いを受けられるみたいですね。クリボー大好きおじさんって名前どうなの。クリボーが好きで好きで仕方ないのよ。ま、受けるしかなさそうね。坂道越えてゴールを目指せ、と書いてあります。クリボーでいっぱいのコースを作ったぞ。お礼を用意したから誰かゴールするところを見せてくれ。コツは下り坂で L を下に入れ、滑ってクリボーたちを蹴散らすこと。クリボー大好きおじさん。クリボー大好きおじさんがクリボーを蹴散らすとか言っていいのかしら。クリボーを蹴散らすほど好きなのよ。ごめんなさい、意味がわからないわ。残機は5機あるということでしょうか。5回死んでもいいって。最初のステージで私が死ぬはずないでしょ。まずは操作方法の確認から。キノコが飛んできたわ。食べる。身長が伸びたわ。もう1個食べるとどうなるのかしら。特に変化はしないですね。っていうかキノコ発射する機械とかあるのね。そういえばクリボー大好きおじさんが言ってたわ。滑ってクリボーを倒せって。楽に倒せましたね。ハテナブロックからはまたキノコが。これ、
私走れてる。走ってるわよ。いや、さすがに遅くない？マリオってもっと速いと思うんだけど。なんだか疾走感がないですね。もう、操作説明くらい読んできなさいよね。だって早くやりたかったんだもの。お、ファイアーボールが出せるようになったわ。ファイアーボール終了のお知らせ。バカな、なんか、一瞬でしたね。マリオメーカーじゃなくて普通のマリオからやり直してくれば。今のは少し油断しただけよ。本番はこれからよ、見てなさい。っていうかこのクリボー何？なんか変な形してましたね。クリボーはシュ。勝手に名前つけるんじゃないわよ。お、ここからは大量のコインが出てくるわ。ヒップドロップで大量にコインを獲得できますね。こっちのブロックは何もないみたい。音符のブロックがあるわ。これに乗ると高く跳ね上がるわね。む、あんなところに派手なブロックが。わざわざ取りに戻らなくていいわよ。こういうの気になっちゃうのよ。残機が増えるキノコが出てきましたね。お、中間ポイントってやつね。通過したら無敵状態になったけど。そういう仕様なのかしら。あ、でかいクリボーが。ふ、大きさなんて関係ないわ。今の私はどんな敵でも触れれば倒せる。本当にそうかしら。お嬢様一気に進んでいきます。前方にクリボーの大群。滑って倒す。お、残機が増えたわ。下にでかいコインがあるわよ。マリオが回転したわ。回りながらファイアーボールを投げていますね。で、なんでまた戻ってるの？右上になんかあったからよ。でもなんかトゲトゲしてていくのは無理っぽいわね。結局何もできないお姉様。先に進むわよ。また音符ブロックがありますね。ぴょんぴょんブロック。この土管からパックンフラワーが出てくるのね。ファイアーボールで倒そうとしたけど倒せず。ほら、早く出てきなさいよ。何をしてるのですかお嬢様。パックンフラワーを倒そうとしてるのよ。お姉様が近くにいるから全然出てこないわよ。ち、もういいわ。パックンなんて虫虫。あ、これもうクリアなのでは。もうちょっと上を狙う努力とかしない？私は狙ってたわよ。嘘でしょ。クリアおめでとうございますお嬢様。ふ、やっぱり楽勝だったわね。結構苦戦してたように見えたけど。まあフランの目は節穴だからね。あん、今なんか言った？別に、何も言ってないわ。これは今回の獲得コインですね。コースコインとお礼で122コイン。ふ、結構稼いだわね。なになに、コインはキノピコ親方のところに持っていくと。キノピコ親方なんか言ってるわね。土台を作りましょうと言っていますね。こいつ、どこに行ってた？だと、城の再建のためにコイン稼ぎに行ってたのよ。ちょっと、うるさいわよお姉様。そうよ、下の、が気になりますね。お、ちゃんと感謝してるじゃない。しかし、たったの100コイン程度でどうにかなるのかしら。どうにかなるみたいよ。まずは土台から作るみたいですね。土台が100コイン、安いわね。工事がスタートするみたい。どんな風なのかしら。お、トレイが出てきたわよ。言い方。あれ、最初に寝てたキノピオはどこに行ったのでしょうか。そういえば見えないわね。また寝てるんでしょ。お願いを叶えると工事が進むみたいです。しようがないわね。お願いどんどん受けてさっさと作ってやるわ。新しいお願いは3件だって。何よ、何かあるわけ。受付キノピオのワンポイントアドバイスですって。パチパチって自分で言ってるところが悲しいわね。有益な情報なんでしょうね。何度でもチャレンジできてコース内で手に入れたコインは持ち帰れると。でもお礼はもらえないって感じかしら。多分そうなんじゃない？もしかしたらめちゃくちゃコインを集められるコースとかあるかもしれないわね。新しいお願いが見られるみたいです。さて、どんなお願いが来てるのかしら。使いこなせ、オンオフスイッチ、ハロー、3D ワールド、砂漠の太陽あっちこっち。かなり早く選びましたね。あ、説明文見ないで飛ばしちゃったわ。私読みましたよ。ふぅ、なんて書いてあったの？叩くとブロックが出たり消えたりするオンオフスイッチを使いこなすんじゃ。わしなりに、いろんな使い方を考えてみたぞい。これを読んだお主、バッチリ最後までいけるか見せてくれー、と、書かれていましたね。結構長いわね。ちなみに作ったのは仕掛け博士という方みたいです。スイッチっていうのはこれね。押すと青のブロックが出てきたわね。これでここにあるハテナブロックが叩けるってわけね。キノコが出てきました。これで1回までなら当たれる。というか、やっぱり走ってないでしょこれ。もしかしてまた操作確認でもするの？ダッシュできるようになるまで先に進めないわ。今できてるのでは。なるほど、このボタンだったか。お姉様、2年にしてようやくダッシュができるようになる。と、ここから先はスイッチを押さないと無理ね。ち、敵の群れにダイブしなかったか。スイッチを押して今度はオンの状態に。これで問題なく進めるわね。それにしても、さっきと絵柄が全然違うわね。そうね、なんか昔に戻ったみたい。それにヒップドロップもできないわ。マリオの年代も選べるのでしょう。なんかいる。ワンワンですね。あんなのいたら先に進めないじゃない。いや、これで封印。あ、ワンワンが閉じ込められたわ。ふふ、ワンワンはしっかり檻の中に入れないと。ああ、かわいそうなワンワン。また敵が大量にいますね。これは。もう一回スイッチ押せばいいんじゃない。こうやって落とせばいいのね。綺麗に全部落ちていきました。お姉様、もう一回押す必要はなかったでしょ。隙間が空いてたら落ちるじゃない。ビビビ。安全を重視しただけよ。もう中間地点ですね。そういえばこのゲーム、コースを作ることもできるんだったわよね。むしろそっちが本編かと。なるほど、私でも作れるのね。お姉様こういうのセンスないからやめた方がいいわよ。とんでもないコースを作ってやるわ。で、その作ったコースを誰かにやらせるっていうのもありね。私たちでいいじゃない。うん、フランと昨夜にやらせてもね。何かあるのですか？つまらない。はぁ、あ、何よその理由。まああなたたちにやらせてもいいのだけど。うん、誰か呼んでこようかしら。誰を呼ぶっていうのよ。そこら辺に飛んでる氷の妖精とか。でもあの頭じゃクリアできなさそうね。お姉様の作ったコースなんて誰でもクリアできると思うわよ。あ、初めて大きいコインを取りましたね。おっと、入ろうと思ってなかったのに入っちゃったわ。ここは
何かしら。地下に行ってしまいましたね。お姉様のところの土管からスターが出てきたわ。なるほど、これで私のところまで誘導すればいいのね。今よ。いい感じですお嬢様。そして、もう一回。ちょっと、叩けてないわよ。マリオの頭って、滑るのね。お姉様の位置が悪いのよ。まあそう起こるんじゃない。何回も挑戦できるみたいだし。って、消えたわよ。今のは多分スターとブロックが重なってしまったのでは。今度こそあのスターをゲットしてみせるわ。もう3回目よこれ。ここよ。今度はしっかりこっちに来そうだわ。よし、スターゲット。マリオ無敵状態に。そして今度はなかなか土管に入れない。もしかして無敵になるのが必須条件なのかしら。この敵の配置を見る限り、そんな感じがしますね。どんどん進んでいくお姉様。敵を蹴散らして進んでいけるのって爽快ね。あ、効果が切れました。抜けると同時に切れたわね。おっと、今度はどうすればいいのかしら。あの鐘を使うのではないですか。なるほど、これを踏んで反射させれば。オンオフが交互になるわね。しかもここのコインも取れて美味しいと。お嬢様、そこに立ってても意味はないと思いますが。いいじゃない、なんとなく立ってたい気分なのよ。コインがなくなるとすぐに動いたわね。さて、先に進むわよ。これブロックの中に立つとどうなるのでしょうか。さっきスター消滅してたし、死ぬんじゃない。その可能性はありそうね。だから私はそんな危険なことはしないわ。これわざわざ一つずつ行く必要ある。あるわ、私は絶対を目指してるんだから。クリアおめでとうございますお嬢様。じゃあ今回はこれで終わりよ。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。